ユーロマスとユーロマスとは、H.A. マースカントによって設計され、1958年から1960年の間に建設されたロッテルダムのタワー建造物である。1960年のフロリアード開催に合わせて建てられた。建築構造としては、9メートルの内径と30センチの壁庫を持ったコンクリートで建てられており、安全性のため重心が下になる。 4,900トンのコンクリートブロックを基盤として作られている。地上96メートルにクライエニストという展望レストランがある。当初は高さ101メートルであり、ロッテルダムで一番高い建物であったが、一時北の建築物に追い抜かれてポジションを失っていた。しかし1970年に建物の上へスペースタワーを継ぎ足して、さらに85メートル高くなり、 再びロッテルダムで一番の高さを取り戻した。なお、ユーロマストは世界大タワー連盟のメンバーでもある。ちなみに、ロッテルダムのハードコアテクノバンドであるユーロマスターズの名称はユーロマストの名にちなんでいる。彼らのシングルアムステルダム・ワーレック・ダットダムの初期ジャケットは上空から俯瞰したオランダの上でユーロマストを擬人化したキャラクターが アムステルダムへ放尿したイラストとなっている。ありがとうございます。